はい、どうも、ルールカです。第3次スーパーロボット対戦 Z 天国編、前回の次がやっていきます。11話クリアして一気にメンバー合流してる状態です。なので、結構編成に悩んでおります。次14招待しか出られないみたいなんで、まあ、ちょっとね。ちょっと面白そうなのが、やっぱりトップを狙え2のキャラクターたちですね。こういうのとか、なんか特殊なスキルを持ってたりするんで、結構なんかサブで使えるんじゃないかなと思って、スーパーロボットなんですけど、マキシマムブレイクの時とかにも役に立ちそうだし、ちょっとまあうまく使っていければなと思います。あとはまあバルゴラとね、ガンレオン、ブラスター以外の手に入ったんでね、そこもちょっと使っていけたら思っております。はい、じゃあちょっと行ってみましょう。
なるほど。
唐突に12話。ちょっとあれだな、紹介の説明が長かったな。バルボラ、ジェニオン、ガンレオン、ストフリでしょ。ちょっと単位使いたい。これで終わりだな。そしたらノインは外そう。ノインマイヤロン入れたよ。加速、あ、加速がかぶっちゃうな。この相性いいと思ってたんだけどな。加速がないのは、あ、あるか。チェインバーが加速持ってるのか。ウィングゼロ出さないから。まあ、いっか、これで。こっちに移動の速いやつが欲しい。チェインバー、これでバランスいいかな。これでいこう。
範囲内に敵を10チーム以上壊滅する。加えてその条件を満たす前にタクティカのコンボをマックス。なんと厄介な。もうこれですでに金がここで入ってんのか。せめてパーラとか使えてくれたらな。あれ？行動してないやつが1位も。あ、あるとか。まあいいや、別に。
届かないの？ブラケット。射程2だもんな。よし。次のターンで10体倒す手はずだけ整えとけば。ラブレックスって走行そんな高かったっけ？高いのか。了解！正面のやつは任せとけ！当たるまでそこを動くなよ！おお、なんだ、避けた。俺を舐めてもらっちゃ困るな。ユニコーン、行くぞ。おお、動きは最小限にするんだ。気の抜ける多い。こっちはお任せ。ロケット。これで決まるよ。バスターロケット。おお、結構食らう。敵接近、右、左、もうよくわかんない。お前は敵の回しもんか。行くぜ、マスタロム。これが修理代で赤字になっちゃう。せちがらい話をすんじゃねえ。結構な攻撃力だな。
改造しねえからだ。2000まで軽減か。エネルギー使うからな、当たりたくないな。SP 回復かな。おお、 BGM がパワーアップしてる。この距離ならこれで。機動性なら倒せなかった。増援出んのかな。まあ、ただのインベーダー狩りとか終わるはずないよな。そっち行っちゃう。
結構というかかなり釣れえな。よし、じゃあ一気に撃墜していこう。ターゲット、ルック。
体倒す前にタクティカルコンボ。いやー失敗か。あ、いいのか。10チーム以上だもんな。でもここから10チーム壊滅しないといけないのか。あと5チーム。おお、やべ。そうだよな、普通に考えたら。びっくりしちゃったよ。あと5チーム倒さなきゃ。いけるかな。5、6、7、8、9チームか。なんとかなるか。5チーム。まずここの3チームはいけるだろう。こっちがきついんだよな。よし、こっちは2機で1つ狙う感じでいこう。アムドが難易度を下げてくれた。
に招待。サルポイントゲット。見かけか。選ばれるものと選ばれなかったものと選ばざれを得ないの。同じ声だからな。おお、これきつい。また同じ声が出てきた。じゃあ、これ、あまたが出てくるのかな。あれ、インベーダーが。本当だ。いきなりか。ちょっと長くなりそうなので、ここで一旦終了して、ちょっと2部構成でいきます。さすがにね、50分連チャンっていうのもね、やばいなって思うんで、
小刻みに、ここからちょっと1話2、3分割して、ちょっと撮っていこうかなと思います。というわけで、一旦ここで終了いたします。どうもありがとうございました。